昔々銀河系に存在する地球という星の日本の岡山県の町から少し離れた場所に位置する海抜200メートルの人がほとんど住んでいないあるところ、いやあるところの説明めっちゃ具体的。桃から生まれた桃太郎という少年がいました。この話はそれから時が数年経ち、桃太郎が少し大きくなった頃のお話です。おいだ、桃から生まれた金太郎。あれ、浦島太郎だったっけな。まあいいや。今日はおいだの村で大暴れする悪い鬼を退治しに行くズンドラ。ばあちゃんからもらったきびだん5を食べて鬼をぶっ飛ばしてやるズンドラ。結構歩いたけど、とりあえずまずは仲間集めから始めるか。このゲートは何ズンドラ。おいだ、こんなゲート初めて見たんご食べさばってんまだガスカル。近づいてみよう。触れるのかな。ズンドラコー。よいしょ。どこズンドラ、ここは。どこズンドラ、ここは。見て見て、あの人変な服装してなんか叫んでんだけど。ほんとだ、ウケる。ダッサー。お母さん、なんか変な人いるよ。こら見ちゃダメよ、行きましょう。それにしてもあの人すごい口臭ね。ここからでも匂うわ。それはお母さんの口の匂いだよ。謎のゲートを通り現代にタイムスリップしてしまった桃太郎、果たして鬼退治はどうなるのか。まあ驚いてても仕方ないから、とりあえず鬼退治に向かうズンドラ。もしもし、亀よ、亀さんよ、世界の中でお前ほど顔面のキモいものはな。ポンチクチクポンチンポン、パンチクチクポンチンポンポン。なんだ、なんか犬の口の構造上絶対犬が発音できないような言葉を犬が叫んでるズンドラ。よし、こういう時はばあちゃんからもらったきびだんごを食べるズンドラ。もぐ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 。わあ、おいしい。あ、チーズ、桃太郎さんっすよね。そのうまそうなきびだんご、俺っちにも一つだけちょうだいっす。このきびだんごが欲しいズンドラか。じゃあ一つ君に分けてあげるズンドラ。お、さすがももっちさんっす。わーいわーい。あ、そうだ、君に一つお願いがあるズンドラ。なんすか。うわ、うめえ。きびだんごをあげた代わりに、おいだと一緒に鬼退治に行ってほしいズンドラ。嫌っすよ、たかがきびだんご一つでそんな。あ、待って、ちょっと待って、また一周してきます。どんぐりころころどんぶりこ、振り込め詐欺にはまってさ大変。あ、桃太郎さん、こんにちはでし。お猿さん、こんにちは、ズンドラ。少なくとも猿には見えない。わあ、すごい美味しそうなきびだんごでち。お一つ分けていただけませんか。いいズンドラよ。その代わりに、おいだたちと一緒に鬼退治に行ってほしいズンドラ。わあ、鬼退治に行くだなんて、さすがは桃太郎さんでち。もちろん協力しまち。ありがとう。迷子の迷子のイエロースポットサイドネックタートルちゃん、あなたのお家はありません。こんにちは、桃太郎さん、こんなところで何してるんですか。そのきびだんごめっちゃ美味しそう、一つ分けてくれませんか。わあ、キジさん、こんにちは、ズンドラ。きびだんご分けてあげるから一緒に鬼退治。鬼退治ですね、もちろんご一緒しますよ。きびだんごありがとうございます。あー、美味しい。個性のある3人を仲間にした桃太郎はついに鬼ヶ島に向かう。とは言っても鬼ヶ島の場所を知るはずもない桃太郎たちは、近くにいる人に携帯を借りて Google マップで鬼ヶ島と調べ、ついに鬼の居場所を突き止めた。さーて、桃太郎たちは鬼退治に成功するのか。ついに鬼ヶ島に着いたズンドラ。鬼ヶ島ってこんな感じなんすか。そもそも島じゃないし、なんか想像と違うから調子狂うな。待って、待って、待って、また一周してきます。でも本当にこの中に鬼がいるんですかね。全然そんな風に見えませんけど。 Google マップ辿ってたらここに着いたんでちから、きっとこの中にいるはずでち。あ、なんかきびだんごが光ってるズンドラ。やっぱりこの中に鬼がいるズンドラ。そのきびだんごすごいっすね。早速行きましょうっす。開けるズンドラよ。ごく。なんでみんなそんな唾飲み込もうとはっきりな。ああ、誰だおめえら。おいだ、ここから生まれた金太郎。村で暴れる悪い鬼を退治しに来たズンドラ。うわ、本当にいたし。ああ、この俺様を退治。そうだズンドラ、村の宝を返すズンドラ。ふっ、この俺様も舐められたもんだ。参ったするなら今でち。痛い目に遭いますよ。モモッチさんも一緒に笑ってるんすか。なんか鬼が笑ってるから楽しくなっちゃって。いや、空気読んでくださいっす。舐めてんのかてめえら。俺様はな、昔蜂の巣をつついて落としたことがあるんだぜ。そんでもって体中刺されたけど、俺はこうして生きてる。俺は最強なんだよ。
加納にもしかして蜂に刺されたから体が赤くなったんすか。そんなことならオイダなんかムカデを2匹もまとめて退治したことあるズンドラ。でももっちさんも対抗しなくていいっすよ。なんだと2匹もまとめて。まあ俺様は他にもエピソードがある。俺様はいつも近くのラーメン屋の行列を無理やり抜かすんだぜ。俺様に世のルールは通用しねえ。まだかなまだかな。俺様の中では行列なんか無視するのが常識だ。どうだおじけづいたか。あの人列には並ばないけどうちに気使っていつも売れてないラーメンばっか頼んでくれるんだよな。いい人っすね。オイラの住んでるとこには行列ができるラーメン屋なんてそもそもないズンドラ。いやももっちさんそれ対抗できてないっすよ。もういい。お前のたわごとは聞き飽きた。調子に乗った罰だ。俺様が自ら作り上げたこのシリコンの剣でお前の口を黙らせてやる。あいつ絶対根はいいやつだよな。シリコンってあんま痛くないだろ。そっちがその気なら相手になるズンドラ。まんじぃぐわこの俺様が。もう諦めるズンドラ。村の宝は返してもらうズンドラ。なぜこの俺様が。いやそら勝ちの剣とシリコンで作った柔らかい剣じゃ相手にならないでしょ。もう悪さはやめろズンドラ。完成したらまたうちに遊びにでも来るズンドラ。バカにしやがって。こうして桃太郎たちは鬼退治に成功した。めでたしめでたし。とりあえずまずは仲間始めから。迷子の迷子のイエロースポットサイドタイトだったたたかってふかってしまったんご。マスギ人間。いやまず単純に考えたときにチャンネル登録なんてしたところで別に減るものでもないし、あなたが損害を受けるわけでもない。ただ指でポチッとボタンを押すだけで、それをするだけであなたは一人の人間を喜ばせることができるんです。なのになぜしない、なぜボタンを押すことができない。